マイナビオールスターゲーム2024第1戦イコール7月23日エスコン第2戦イコール同24日神宮のファン投票結果が発表され日本ハムから9選手が選出された EH 以外の9部門を独占する日本ハムジャックとなった最多となる131万4833秒を獲得し パリーグ外野手部門で選出された万波中性外野手24は本当に嬉しいなと思うのと同時に驚きもあります。なかなかそういった得票の数字はないとお聞きしたのですごい恐縮。絶対にホームランを打って MVP を取りたいと思います。と喜びを語った。他には先発投手部門で山崎幸也投手31。 中継投手部門で河野隆起投手26、抑え投手部門で田中正義投手29が独占。保守でタミヤ優良保守24、一塁でアリエル・マルティネス保守28、二塁で上川端大吾内野手27、三塁で軍司優也保守26、遊撃で水野つ樹内野手23が選出された。 1978年には日本ハムの本拠地だった高楽園球場で第3戦が行われたことから、ファンクラブ会員の組織票で9ポジション中8つを独占する救援ジャックが起きていたが、同年以上のジャックとなった。オリックスから今季に加入した山崎は初のファン投票での出場に向け、感謝の気持ちでいっぱい。他者なら本塁打を狙うとかあると思うんですけど、 三振を取れるタイプではないですけど、全部三振を取る勢いで投げたいです。と意気込んだ。